着れるっていう方が3シーズン対応できるし、もしなんか寒ければ上にコートを着ればいいだけの話なので、これはものすごく重宝できると思います。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、私が着ているこのマメさんのフレアロングワンピース、これほんと万能でね、まあノースリーブで基本的にほら夏のものなんだけれども、こうやってねロングワンピー、ロングカーディガンだったりとか、まあショートカーディガンもそうなんだけれども、上に何か着ることによってまだまだ秋服としてね活用できると思うの。ただこれの話をするんではなくて、今回ねいろんなワンピースについてちょっと比較をしてみたいなっていうふうに思って並べてみました。私の手前にあるのがアトリエエムズさんのワンピースなんです。このワンピースはね、今のシーズンに出ているものなのね。割とつるっとしている素材なのね。レーヨンが 63%、 ナイロンが 30%、 ポリウレタンが 7% なんですって。で、落ち感がすごくあるから、お腹周りとかもストンと落ちるような感じで、これよく見ていただくと分かるんだけども、私が着ているこのマメさんのこれとこちらのワンピースがこう横に並ぶと、ちょっとこれなんかしらっちゃけた感じに見えませんか？まあ、もちろんね、綿素材がメインで入ってるからっていうのはあるんだけれども、こちらの方がより黒、漆黒に近いので、まあ、高級感は感じさせられますよね。これね、私すごくいいなと思ってるのは、このエナメル風のベルトがついてるっていうのもあるし、これを変えてね、自分の持ってるベルトもつけられるってところがあるんだけど、冠婚葬祭、特に何かあった時にパッとこう着れる葬祭の時にね、動きづらいお洋服って結構多いと思うんですよ。でそういう意味では、いろんなシーンでもちょっと学校に呼ばれていかなきゃっていう時だったりとか、割と使えるのかなって思ってます。それとね、もう一つ、これ散々あのいろいろとコーディネートさせてもらったユニクロさんのオリジナルのシャツ、ロングシャツワンピース、はい、これはね黒ではなくて紺なんだけれども、カジュアルな感じで、これもカジュアルって言えばカジュアルなんだけれども、ちょっとかしこまったところもうまくいっちゃうんじゃないっていうようなところがあるわけ。でもこのワンピースに関して言うと、なんて言うんだっけ、ヨックモックじゃなくて、なんだっけあのほら幼稚園生がこう絵描いたりとかするときに着るやつ、スモーク失礼しました、スモークっぽい作業服っぽいところもあるわけじゃない。そこがまたいいところではあるわけで、紺の中でも本当に濃紺なので光沢もあるしね、のっぺりしてないんですよ。何がどうっていう話じゃなくて、それぞれのいい味があるワンピースたちだなっていうふうに思います。これはねもう完璧に夏だけれども、今から10月の頭くらいまでは着れるかもしれないけれども、これはね3シーズン基本 OK で、これも3シーズン基本 OK です。だからそういう意味で両方とも長く着れるようなアイテムになると思います。上に何かセーターを着るとかいうことで、もうクロールスカートとして活用していただくことが可能なの。これもそうね、これに関して言うと、ちょっとスカートとしてはちょっと難しいので、どちらかというともう羽織物としてハーフコートっていうかね、ちょっとこれから先タートルネックのセーターワンピースみたいになるじゃない。そういう時にその上から着るっていうのもいいわけ。ちょっと今着てみるね。ちょっと色が黒と紺だから違うからイメージわからないかもしれないんだけれど、こういう感じでね、前にも言ってるように、これはちょっと後ろに抜いてねって話をしてたじゃない。持ってらっしゃるワンピースの上に羽織るっていう、もう羽織物コートっていう感覚で着ていただければ、もちろんこういうノースリーブのマメさんのこのワンピースだって黒じゃなくて多分紺もあったはずだから、ちょっと浅めのブルーだったと思うんだけど、このブルーをお持ちの方はこういうふうにやって重ね着をしていただくっていうのもありだと思います。はい、はい、ではこのワンピースを着てまいりますので、少々お待ちください。ここまでご覧いただいて、ぜひチャンネルを気に召していただけたら、ぜひとも最後までご覧いただいて、このチャンネルに登録していただけますとすごく励みになります。それではじゃん。はい、いかがでしょう。なかなか絵になるワンピースだと思いません？はい、きちんとねウエストマークもされてるし、高い位置で、しかもねこのフレア感もすごく綺麗だし、落ち感もねいいって話したじゃない。でしかも何だってこれほら七分袖なのがすごくいいんですよ。でさっきフォーマルっておっしゃった方がいいんじゃないですかってスタッフに言われたんです。もちろんどんなシーンでもお召しいただけるんだけれども、悲しみの席ってどうしてもやっぱりね人が生きてる以上あるわけ でそういう時にこの黒い色って漆黒って話したけれども、ブラックフォーマルってより黒さをその出すために2回ぐらいやっぱり黒で染め
重ねるんですね。でそういう意味では艶感のあるものがない方がやっぱりそういうシーンでは良しとされるっていうところではこれはとても便利だと思うのと、それからさっきこの七時不足っていうのを話したじゃない。万が一何かご親戚のねそういう席に行かなければいかない時にキッチンで何かを洗ったりとかっていう時のためにもこれぐらいの袖の方が動きやすい、半袖のワンピースでボレロがついてるっていうブラックフォーマルの場合って多いんだけれども、1枚で着れるっていう方が3シーズン対応できるし、もしなんか寒ければ上にコートを着ればいいだけの話なので、これはものすごく重宝できると思います。しかも忘れてた、価格がね確認しました、11,990円ですって。1万2000円を切るという価格なんですね。これはね本当にお買い得だと思います。私にはちょっとだいたいふくらはぎの真ん中ぐらいになってると思うんですけど、私身長171センチじゃないですか。皆様だったらもうちょっと長くなるのでいい感じにロングワンピースの仲間入りなんだと思います。はい、ラグランスリーブになっていて動きやすいです。はい、これはストレスのないワンピースですね。はい、というわけでこのワンピースをご紹介いたしましたけれども、こちらのワンピースはね前にちょっといろいろなコーディネートをもうご紹介してますので、もしよろしければぜひそちらの動画こちらに出しますのでご覧いただけたら嬉しく思います。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐香織でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それから久しぶりですが、LINE 公式アカウントへのご登録もまだまだお待ちしております。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。